バリッとした体になるのに何が必要なんでしょうか。バリッとした体になるためにはやっぱり完全に絞り込むと。例えばね、まだなんかちょっと水っぽいんですよねっていう人はね、大抵まだ脂肪がついてるね。完全に体脂肪がなくなったら水はそう簡単に含まない。体脂肪がもうバリバリになった時っていうのは、そうなった経験がある人は分かると思うんだけれども、もう朝起きたらもうドライドライっていう状態、水が含むということは、まあやっぱりまだ体脂肪が残ってる状態と俺は思うね。だからまあそこまで極限までダイエットする。で、そのためにはダイエットするっていうためにはやっぱり筋肉もないとバリバリな、ボディビルダーのバリバリにはならないので、まあそのいつかなる経験を積んでいけば。